さあ、いよいよ後半の3組の演技が始まります。まずはフランス、ガブリエラ・パパダキス、ギョーム・シゼロン。今シーズンはフランス大会とオーストリア大会を制しました。ショートダンスの曲はミニーザ・ムーチャー、そしてダーティーブギ。シークエンシャルツーゼルから入りました。回転も速くて揃っていますね。これは綺麗なツイズルを見せました。非常にこのパターンダンスの入り方もスムーズですよね。そうですね、あの流れはとてもありますね、はい、一つ見せ場になりますステップ。ミスダンスの場合はこうステップを踏んでもですね、クリアなエッジではないとやったというふうに認められないんですね、うん、そこが難しいところですね。このリフトは女性のポジションが目まぐるしく変わっていいですね。次々と姿勢位置が変わっていきました。おお、男性シゼロンは180度回転。見ているこちらも楽しくなる、そんなプログラムでした。フランスのパパダキス・シゼロン、場内からも大きな歓声が起こりました。まあ、河合さん、途中そのステップのお話もありましたけども、はい、このパパダキスとシゼロン、そういった意味ではステップはいかがでしたか？そうですね、全体の雰囲気、それから、はい、スケーティングスキル自体はとてもいいものを持っていると思うんですが、ええ、やはりまだそこがジュニアかなと、一つ一つの完成度というところの精度の部分ですね、そこが、どういうふうに点数に影響してくるのかなという感じですね。ただ、全体的な雰囲気、それから滑り、はい、表現、そういったところはですね、いい意味でジュニアらしからぬ貫禄のあるスケートをしていますので、あ、なるほど、そのあたりは高く評価されると思いますね。ですから
前半のブルース、そして後半のダーティーブギーに変わった後のスイングパートですよね。それぞれをしっかりとこう曲の空気感というのを氷の上で世界を作っていたようには見えました。最後まで全くスケート の, あのスピードが落ちなかったところは良かったですね、はい、まずはこのショートダンスを終えて2人がほっと一息つく表情が見えます。さあフランスのパパダキス・シゼロンの得点です。技術点 26.35、 そして演技構成点は 28.44、 ショートダンスの合計得点 54.79 はここまで滑った組の中でトップの得点になりました。本人たちの表情を見るともうちょっとできたかなというような表情なんでしょうか。そうですね、はい、